どうもいらっしゃいませ、プーマです。最強復活 TS 第3弾、はい、ということで今日の動画は待望の TS 第3弾が登場しましたので、この動画やっていこうと思います。 TS の中でも一番楽しみにしていたところになりますね。まあ毎年のことですけど、 TS 第3弾ってかなり豪華な選手が登場する傾向にありますので、まあ誰が来るのか本当に楽しみにしてました。そしたらね、我らが西武ライオンズとうとう来てくれましたよ。殿崎さん来たー。最高かよ。去年中断道になって、さらに TS 第1弾でファースト浅村さんも来ていたんで、今年 TS 来るんじゃないかって言われてましたけど、来てくれましたね。クソ嬉しい。今シーズンは活躍していてね、セレクションの可能性があったりとか、シリーズ2でステータス伸びそうかなっていうところあると思うんですけどね。でも言ってでもこの査定の殿崎さん出るのはめちゃくちゃ嬉しいです。ということで早速性能解説からしていきましょう。表ステータスはミート72、パワー78、総力78ということで、デフォルトパソド落ちの能力で登場しています。かなり高いステータスですね。今の通常殿崎さんがミパ133、この TS 殿崎さんがミパ合計150と考えるとかなり破格の性能です。でしかもこの TS 殿崎さんはデフォルトパソド落ちなのでかなり使い勝手いいですね。一応今シリーズのセーブ純正的にはパワー型生きる選手が覚醒込みで9人、覚醒抜いても7人目ということを考えると、パワー型のコンボはほぼほぼ出せそうかなという感じがしていますと。称号をつける場合に関しては死者がいいかなと思いますが、現状パワー A いける選手がこの殿崎さんも入れて3人登場していますので、まあ、パワー A4 人コンボ狙いでパワー A にするのも悪くないかもしれません。今シリーズはねミパ同値の選手も多いので、パソ同値になってる必要ない説もありますし、いろいろできそうですね。まあ、何にせよリーグ的にはかなり欲しいです。そして裏ステータスはこんな感じ。2020年シリーズの査定と同じになっています。今の通常とは違ってレフ適正 D がありますね。まあ、ただね、個人的にこの殿崎さん比較すべきは最新通常殿崎さんではなくてアニバの殿崎さんなのかなと思っています。守備面に関してはアニバ殿崎さんかなり汎用性が高いんですよね。まあ、セカンドで使う場合はね、今回の TS も特殊 A 乗るんで問題ないかなと思うんですけど、アニバの場合はライト適正とサード適正 C ありますので、まあ、セカンド以外の用途で使う場合は今回の TS 無理しなくてもいいんじゃないかなって気はしています。でね、特殊能力みんなが待ってた超高角度砲ついてます。よいしょ。これが強いんだ、本当に。リアタイ的には最高ですね。ただね、今回意外といいんじゃないかと思っているのが第3特殊能力ですね。2020年シリーズの時は、走塁だったんですけど、これが守備職人になってるんですよ。これね、意外とアニバと差別化もできるんじゃないかなって気がしています。アニバの場合は特殊能力が全て打撃ステータス上がる系の捨てだったんですけど、こっちは守備職人があるので、ある意味差別化はできてるんじゃないかなって気はしますね。まあ、やっぱセカンドで使うんだったら、この殿崎さんでもいいんじゃないかなっていうふうには思っています。汎用性を求めるならアニバ殿崎さんなのかなっていう印象、まあ、ということでね、何にせよ今日はこの殿崎さんを狙ってね TS のガチャ引いていこうかなと思います。それでは早速行きましょう。はい、そしたらね、早速ガチャ画面やってきたので引いていきましょうか。で、今回はね、他球団の選手もめちゃくちゃ豪華ですよね。中村典弘さんに、斉藤和美さん、これ2種フォークだよね。えげつねえわ。で、銀次さん、ミートウェイいけんのか。いいね。で、鈴木大地さんはミパ同値がいけますよと。で、有原さんも来てるね。山本哲也さんとか超懐かしいんだけど、ツーシームフォークで、しかも超タイピンあるから、もうリアタイではいけそうだね。で、横浜は三浦さんですと。で、阪神大和さん、まあ、大和さん、打撃ステータスはあれなんだけど、守備捨てがえげつねえからな。結構使い勝手はいいんじゃねえかって気はしてる。坂本さんはさすがに今回当たり枠ですよね。ミパ A 同値でリーグ的にも強いし、ショート B で広角パワー人、まあ強いっすね。で、松山さんは初登場かな TS で。浅尾さん来ちゃったね。山田フォークパーム増えんのか、勘弁してくれ。はい、ということでね、いろいろ見てきましたけど、まあでも何にせよ欲しいのはやっぱ殿崎さんなんで、まあ、殿崎さん狙いで引いていこうと思います。それでは10連目お願いします。いやでもTS 第3弾、殿崎さん、案の定来たというか、なんというか、まあ、なんだかんだね、自分は豊田さんが来るパターンもあるかなと思ってたんですけど、まあ、無難にもう殿崎さん来ちゃいましたね。やっぱ、浅村さんのね、査定変更はこの伏線だったね。結果論だけど。もう、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 おっしゃ !S ランク来た。マジで。これ TS 引きてえな。ボーナス上がるからさ。TS 引きたいところなんだけど、いや、え、ちょっと、なんでこれ一体。いや、調子くん怖えよ。